にちは。さあ本日は東京オートサロン2023スバル STI ブースにご来場いただきまして誠にありがとうございます。ありがとうございます。さて今回のステージはジャパンプレミア公開されましたレヴォーグの特別使用車レヴォーグ STI スポーツシャーププロトタイプについて開発担当者やプロドライバーの皆さんをゲストにお迎えしその魅力に迫ってまいりたいと思います。ご挨拶が遅れましたが私今回の MC を担当いたしますゆいかわあすかとモータージャーナリストの川口学です。どうぞよろしくよろしくお願いいたします。いやー2日目ですね。2日目です ね、 ね天気悪いですけれども、ねね、皆さんねお足元悪い中ありがとうございます。はい、はい、さあということでね、はい、早速じゃあ出演者の皆さんを ね、 ねはいお迎えしてまいりたいと思いま す、 いいいます。よろしくお願いします。はい、それでは出演者の皆さんをご紹介いたします。スバルテクニカインターナショナル株式会社高津正男開発副本部長よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。スバル BRZ GT300 STI NBR チャレンジドライバー井口拓人選手。はい、おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。スバル BRZ GT300 STI NBR チャレンジドライバー山内秀樹選手。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあということで皆様お揃いになりました。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ今回はですね我々の目の前にあるこちらの車ですねレヴォーグのですね特別使用車レヴォーグ STI スポーツシャーププロトタイプをインプレッションしていきたいと思うんですけれどもまずはですね皆さんにこの STI スポーツシャープが意味することをですね高津さんに伺いたいと思います、はい、よろしくお願いします。はい、STI スポーツシャープはですねスバルの量産ラインで生産されている STI スポーツをベースにですね量産ラインでは織り込むことのできない特別な装備を追加して車1台として STI で仕上げたコンプリートカーになります。はい、ありがとうございます。 STI スポーツシャープのですね名前を冠するモデルとしては先代の WRX の S4 というモデルがありましたのでこちらですね第2弾ということになるわけですけれども今回レヴォーグの STI スポーツでこのシャープをですね作るにあたって何かこう考えたことというか気を使ったことというかそのあたり教えていただきたいんですけれども、はい、やっぱり私たち STI なのでですね走りについては相当こだわりを持って開発をしました。STI のその開発のテーマですけれども運転が上手くなる車っていうことをですねテーマにしています。特にハンドル切り始めのですね車の反応の遅れを徹底的に小さくするっていうことにですねもうとにかく注力しています。まあそれはまあレースカーの車作りでも同じなんですけれどもまあそういったところにすごく注力してやってきました。はい、ありがとうございます。じゃあ早速ですので、はいね、ステージを降りて実車の前でお話をですね、伺っていきたいと思いますので、はい、皆さんよろしくお願いいたします。お願いします。失礼します。さあ、ステージを、ね、ご覧の皆さんはカメラの映像をスクリーンに映しますので、はい、ぜひそのままの位置でご覧いただければと思います。では高津さんよろしくお願いいたします。ドライバーのお二人もよろしくお願いしますね。はい、よろしくお願いします。さあまずはですね高津さんボディカラーがそうですねこれは見たことのないボディカラーになっていると思いますけれども、うん、はい、オフショアブルーメタリックというカラーになってます。はい、オフショアブルーメタリックですね。はい、これは今回のこのレヴォーグで他のレヴォーグにも採用されるカラーなんですか。いや、このレヴォーグ専用この STI スポーツ専用です。レヴォーグとしては、はい、スポーツシャープといえばこの色ということで設定をしたということになるわけですね。はい、しかももうすでに昨日ですけれどもリリースが出ましたよね。そうですね、はいはい、このあたりちょっと教えていただきたいんですけれども、ですね、受注開始がですね1月の26日です。はい、はい、1月の26日からですね、受注開始になるということで500台の限定のものですと。そうです、500台限定です。はい、でフロント周りちょっと見ていただきたいんですけれども、はい、このあたりで特徴的な、ね、まずフロントの衣装ですけれども、はい、このグリルですね、この部分をですね漆黒メッキと言いましてツヤのある黒で仕上げていきまして、であと STI のバッジですけれども、はい、ノーマルの STI スポーツは縁がですね、はい、光り物になってますけれども、なるほど、これはラスターブラックとして艶消しの黒で、なるほど、 STI のロゴの周りの部分ですね、ここが黒になっているのが特徴と、でそれからこのバンパーのこの部分ですね、はい、この部分も量産車は
シルバーなんですけれども、ここもあえてブラックで、はいはい、あらゆる部分をブラックでまとめたというところですね。これはもうあのレボゴーナーの井口選手、はい、山内選手もレボゴーナー、まあ、レボゴーナーそうなんですよ、はい、昨日からずっと思ってたんですよね、はい、ごめんなさい、はい、山内選手もレボゴーナーですね、はい、お二人から見てこの顔つきというところをちょっとあの印象を伺いたいなというところですけれども、あの、まあ、そもそも日本人なんで限定に弱いっていうところもあるんですけ ど、 やっぱ S… 多分ね日本人だけじゃないから、ね、みんなやっぱ限定に弱いと思うんですよ、はい、S シャープだからこのカラーを選べるまず、うんうん、っていうのがかっこいいし、はい、それにやっぱこうグリルとかこの下のエアロとかミラー、はい、この黒いっていうところの締まり感がめちゃくちゃあってかっこいいです、うん、しかもよく見るとラメがちょっと入ってるんですね。そうですね、はい、そう、あのまたすごいおしゃれですよ、ね、そうなんですよ、あのクールグレーカーキという色もありますけれども、あちらはソリッドなんですがこちらはメタリックのカラーですもんね、うん、なのでよく見るとちょっとキラッとした感じになってるのがいいところですよね、うん、なんかもうお二人もなんか買う気満々な感じじゃないですか。お、あの井口さん請求でお願いします井口さん請求で2台分買う気ないんですよ山ちゃんってあるあるちゃんとありますよ、はい、もうなんか井口さん結構食いついてましたもんね初日からね。いやめちゃくちゃかっこいい、あのそもそもリリースというか、はい、あのオートサロンで展示するって言って、うん、このレボーグがバンと出たじゃないですか、はい、もうめちゃくちゃかっこいいなと思ってすぐに見たいみたいな、なるほど、はい、感じになります。楽しみにしてたモデルでもあると、はい、いうことですね。さあ高須さん、はい、フロント周りですね、はい、はい、その他には特徴ありますか。あ、お、ありがとうございます井口さん。今日は井口選手があ大丈夫ですね、開きました。いやいや、はい、レボーグオーナーですけどちょっと時間かかりました。ちょっと時間どこだったっけ、ちょっとどうだったのかなと思って、はいはい、まずあのフードだけでこの部品ですね、はい、はい、こちらは、はい、これがあのこの車用に新開発をしたですね、はい、フレキシブルドロータワーバーという部品です、はい、はい、これ新開発のタワーバーが入ったということになるわけですね。今まではフレキシブルタワーだ、タワーバーだったんですけれども、フレキシブルドロータワーバーということで特徴を教えていただければと思います、はい、この部分にですね、あのドロースティフナーと同じ機構があの追加されてます。なるほど、この STI の文字がある向こう側にはピロボールが入ってますけど、その右側にスプリングが入ってるっていう、そういった構造になったわけですね、はい、で常にこうテンションかけてる。なるほど、はい、常にテンションがかかるということになっています。しかもですね、右側の方にはですね STI スポーツシャープのロゴまで入っているというこだわり用のパーツですけれども、ね、はい、これはあのこのパーツというのはなんか聞くところによると、ニュルダンから車で、はい、2015年か2014年ぐらいからこのもう先行開発をしてて、はい、でニュルでずっと鍛えられたパーツで今やっとこの市販に生きてきたっていう形ですね。じゃあ山内さんが鍛え上げたパーツと、もう STI みんなでってこと鍛え上げた、はいはい、そういったパーツもしっかりと入っている、ね、ということになるわけですね。わ、はい、かりました、はい、じゃあ次はサイドの方にちょっと回っていきたいと思いますので、横からですね車を見ていきたいと思いますけれども、はい、サイドの特徴をお願いします。まずサイドは見て、見たところですね、このドアミラーが、はい、カバーが黒くなっています、はい、その他にはサイドで言うとやっぱりこの、そうですね、やっぱりホイールとタイヤになりますね、はいはい、今回はこのホイールどういったホイールなんでしょうか、はい、19インチの BBS の単造アルミホイールになってます。まあ、BBS の新しいあの衣装デザイン REV7 というあの衣装デザインなんですけれども、はい、この、デザインで、まあ、STI がこの車用に、うん、あの専用設計したと。あ、専用設計のホイールということになるわけです、はい、しかもタイヤもミシュランのパイロットスポーツ5が装着されているという、はい、いうところもこだわりの部分ですよ ね、 すね、はい、これあの井口選手が昨日もホイールにすごく関心を寄せてましたけれども、はい、そうです、あの SNS で出た時に、はい、あの僕たち今レボーグ V7 っていうホイールを履いてるんですよ、はい、で同じようなデザインだったんで、俺らが先あの履いてやったみたいな感覚で、この会場に乗り込んだら、はい、もうこの車両専用に設計されたって聞いて、本気度が違うなと思いました鎌から作ってますからね、ね、一からですから、はい、鎌から作ってる、本当一からやってるんで、それはちょっと悔しい思いをしてますね、じゃあね、今ね悔しいですはい、ありがとうございます。さあ、それではその他の部分でインテリアもちょっと見ていきたいと思いますけれども、ね、はい、よろしくお願いいたします。はい、まずインテリアなんですけど、はい、パッと見てですね、室内がこう黒で
統一されてます、はい、これ皆さんご覧になっていただくと分かるんですけれども、ライニングがですね全てブラックになっているのが今回の特徴ということですね。通常はベージュですかね、はい、そうですね、明るい色になってます、はい、明るい色ですけれども、はい、このブラックにすることによってスポーティーな雰囲気を出しているということになるわけですね、はい、さらにその他の部分いかがでしょうか。そしてですね、やっぱりシートなんですけれども、はい、今回レカロシートを搭載してます、はいはい、レカロシートがヘッドレストに STI のロゴがあって、さらに背もたれのところにレカロの刺繍が入っていて、真ん中の部分はこれはウルトラスウェードになっているものですね、はいはい、そしてシルバーステッチも特徴ということになるんですね、はいはい、さらにはどうでしょうか。そうですね、このシートのメイン材に合わせてですね、インパネとか、このドアトリムも、はい、スウェード調のシルバーステッチ の表品になっています、はい、ここもスウェード調になることによってすごい大人っぽい感じのスポーティーなです、ね、ですね、はい、空間が出来上がっているということですね、はい、その他にインテリア何かありますか。はい、そうですね、私たち内装 その質感を高めるということで、あんまりこういろんな色をですね、使わないように気をつけています、はい、で統一性を出すということで、だけど地味にこうブラックで、はい、真っ黒スケになっちゃうのも、はい、まずいので、はい、コントラストをつけてですね、なるほど、この華やかさを演出するっていうところに気を配りました。コントラストをつけたということ、特にこのシートベルトなんですけれども、すごいですね、これ。このシートベルトのシルバーの明るい色を使ってですね、コントラストをつけて華やかさを演出するというのは、まあ、そんなところもこだわってまとめています、はい、こちらもオーナーとしてはこのシートベルトの色が違うっていうのはどうですか。もうシートベルトだけじゃなくて、その室内の感じ、僕たちが乗ってるのは、はい、室内はボルドーの色なので、はいはい、また違った大人のシックな感じがあって、ね、はい、なおかつ多分レカロがついてるってことは、うん、今までの STI スポーツよりももっと走りを楽しんでほしいっていう仕様だと思うんですよ。でオイルクーラーとかもついてるんで、はい、これでも楽しんでもらえるサーキットっていう感覚はちょっとあるんで楽しみですね。もうすべてにおいてなんか今乗ってる車を上回ってる感じがあって、はい、だから来年というかもう今年開幕前に車更新になるんで、はい、ぜひこれをこう早く行かないと500名先着中だから。そうですそうですね、とりあえずもう今から並んでおいた並んでおいた方がいい俺らが一体2台減っちゃいますけど井口さんが山内さんの分も含めて2台買うっていうね、はい、ところですね、はい、ありがとうございます。その他の特徴、じゃあリアの方に回っていきたいと思いますけれども、ね、はい、リアもですね、はい、こういったバッジですね、はい、ラスターブラックで黒く引き締めています。でフロントと同じようにこの STI マークは縁をラスターブラックで仕上げています、はい、このレボーグの文字とですねシメトリカル AWD のロゴ、さらに STI のこのチェリーレッドのですね上の部分のこの黒い縁ですよね、ここが通常メッキになっているの で、 そうです、ね、だいぶイメージが異なるという感じもしますし、まあ、全体的にやっぱりこのウィンドグラスも黒くてこのガーニッシュも黒くてそういったところにこう入ってくるパーツとしてはやっぱりこちらがしっくりきますね。そうですね、やっぱり統一感がとても大事だと思ってます、はいはい、ありがとうございます。それ以外の部分じゃないかありますか、はい、そうですね、あとちょっと見えないんですけれども、はい、このリアバンパーの内側にはリアドロースティフナーがついています。はい、これドロースティフナー系のパーツの効果というのをですねドライバーのお二人にちょっと伺いたいんですけども、はい、ニュル車でも今つけて、はい、まあ、先行開発とか普通つけて走ってるんですけど、はい、やっぱ大きく変化するんですよね。お、はい、なので、まあ、車のその動きに対して細かくというのがキビキビ動きやすいので、はい、すごくおすすめのパーツです。あ、なるほど。2人ともじゃあつけてたりしてるんですか、実際の車には。残念ながら僕たちの車には何もついてないんです。あ、そうなんですね、はい、それつけなきゃダメですね。これつけなきゃダメです。なおのことじゃあこれ買わなきゃダメだっていう感じですね。はい、はい、分かりました。この車は、タワーバー、それからフロントのドロー、リアのドローと 3つ標準装備でついてます、ね、3つそのパーツがついていることで、まあ、ボディの剛性バランスを変えてあげて、はい、よりしなやかな走りにするということですね。そうですね。しかもタイヤ&ホイールも変わることによって、はい、走りのフィーリングはもう通常のレボークとはまた一つ違うものに、はいはい、乗ってすぐ分かると思います、はい、ちなみに先日ですね26日から、受注開始ということで限定500台ということですけれども、価格の方をちょっと教えていただきたいんですが、税込みでですね574万6千円ですね、はい、なるほど。ちなみにこのボディカラーはこれはですねちょっと3万3千円ほど、はい、
ちょっといただかなくちゃいけないんですけれども、はい、よろしいですか3万3000円ほど、はいはい、まあいいでしょうまあいいですか、3万3000円払って限定証がもらえるんだったら、まあ、絶対そうしますよね、出しますね、はい、その方がこれだから選ぶ人はこの車の中では多いですけれども、ね、まあマックスこの色になっても500台しかないわけですから、はい、非常に貴重なですね色だっていうことになりますよね、はい、はい、じゃあありがとうございます、はい、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございます、はい